先ほどのヤスザップです。ヤスザップトリオ、ここ5階なんですけど、5階だから今まで上がってきてありましたよ。すごいですね。ここ5階でしょ。はいはい、そこの A 階段のところすごいな。トレーニングですね。この蒸し暑い中さすがヤスザップ。山さん全然歩ける範囲なのに車で来ましたもんね。今言うのよ。三田日和の山見です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日はですね、三田市商工会館っていうところに来てます。普段こう自営業とかしてる方以外はあんまり来る機会はないかもしれないんですけど、今日はここで商工会青年部さんが主催する講座があるということでちょっと遊びに行きました。で、何があるのかというと、三田市出身の元 J リーガーの方で、ヴィッセル神戸とかにも所属されていたことがある、柳川雅樹さんという方がいらっしゃるんですけど、その方はあの心理分析講座っていう、まあ、そういう講座があるということで、今日はそれを聞きに来ました。で、まあ、僕個人的に何だろう、心理学とか心理分析とかそういうのはまあ全然縁のない世界であんまりこう想像がつかないというか、ただやっぱりこう他人の考えとか性格とかそういうのが分かれば今後のコミュニケーションとかがやりやすくなったりとか、まあ、そういうこともあるんでしょうから、なかなか面白そうだなと思って今日はすごく楽しみにしています。講座終わりで柳川さん本人にもお話が聞けそうなので、まあ、その辺もちょっとお楽しみにというところで、はい、ちょっと行ってきたいなと思います。では行きます。よっ、青年部部長の福本さんです。こんにちは。こんにちは、お願いします。お願いします。動画は最近ちょっとご無沙汰します。あ、でも見てますよ。あの安田ポップは拝見します。両方楽しみにしてます。ありがとうございます。僕自身、こういうふうに前で話させていただくんですが、全くもってコミュニケーションうまくないです。だからこそこうやって、勉強しようと思えた部分でもありますし、伝えるのがそんなにうまくありませんが、お手柔らかに聞いていただけたらなというふうに思います。自己中心型というか自分の感情型だったので、はい、違うタイプもいろんな人間がいるんだなっていうことを学べたのでよかった。結構自分はこれやなこれやなってハマっていった感じ。そうですね、なんか心理テストみたいで、はい、結構しっくりときました。はい、今後に生かせそう。いろんな項目あったんで、はい、そこまでも覚えてというか頭に入れて、あ、この人はこうなんだなっていう感じで話せたら、そう思います。難しいですね。そうですね。そうですね、もう一パターンかしら12パターンぐらいあったんで覚えれるかな。でも結構覚えたら活かせそうな内容。そうですね、かなりギュッ凝縮されてたんで、柳川先生もね3日間ぐらいかけて勉強したとおっしゃってたんで、はい、内容の濃いセミナーでした。そうですね、今後のご自身の授業に活かせそうな、はい、コミュニケーション、はい、うまく取れたらと思います。僕ともいいコミュニケーションよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。どんな趣味だったの。
そうですね、なかなか聞くことのない分野の話だったので、すごく、まあ、自分自身のその考え方とか、まあ、スタッフの教育に役立つなと思いました。あ、こいつ遅れてきてました。遅れてきた人なりの不安。はい、遅れて入ってきたんですけど、ただその一番最後の部分だけでもすごいこうなんかその人のこのタイプっていうのが分けた時にどうなるんかなってすごい楽しみになりました。もう一回最初から聞きたくなりました。すごい良かったです。ありがとうございました。あ、いえいえ。一発で。はい、ということで、最後に今日の講義をしていただいた柳川さんに来ていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日どうでしたか、あの実際やってみて。そうですね、はい、ある程度の思ってた内容は伝えれたのかなっていうふうに思いましたし、最後にいろんな人から、良かったよっていう声をいただいて、それが本当にすごく嬉しかったです。僕もずっと端っこで聞かせていただいたんですけど、はい、すごく楽しかったです。興味深い内容で、はい、自分がなかなかこういう心理タイプの人間だってなかなか自分で考えることがなかったので、なんか自分を見直すきっかけになったのと、はい、あとなんかこう普段いろんな人と接している中で、はい、こうなんか波長の合わない人とかいるときに、はい、こういう人どういう感じで接したらいいのかなっていう何かヒントをもらえたような、はい、なんかそんな感じのお話だったので、はい、ちょっと今後見かせたらなというふうに思います。はいはい、今日の講座のことなんですけど、はい、心理分析の考え方っていうのはいつぐらいから取り入れてらっしゃるんですか。ちょうど1年ぐらい前、1年ちょっと前ぐらいですかね。はい、じゃあその選手をされていた時ではなく、そうですね、引退されて、はい、監督、今江南大学のサッカー部の監督されてますけど、はい、監督を始めたのが2月、今年の2月からなので、うん、これ勉強したの去年の確か6月7月とか8月いかないかなぐらいの時だったので、はい、それよりもっと前ですね。はい、何かそう心理学を学ぼうとしたきっかけっていうか、はい、そういうのがあったんですか。まあ、やっぱり選手やってて、現役の選手やってる頃に、うん、メンタルとか、心理学とかっていうことをやっぱり力を発揮するためにすごく、大事だなというふうに、めちゃくちゃ感じて、結局僕が選手として、一流選手になれなかったのはそこがやっぱり大きな原因であると思ったので、これから別の世界、別の道に行くにあたって、そこを自分の経験だけではなくてしっかりと論理的に勉強することがすごく、大事だなと思ったので、引退して、まずメンタル心理学の勉強を始めようと思って勉強しました。でちょうど監督の話が来て、はい、結構活かせてる感じ。そうですね、今日話した内容を知ってるのと知らないのとでは、全然、選手に、接する接し方が違いますし、クラブをマネジメントするにあたっても、全然違ったんじゃないかなというふうに思いますし、すごく役に立ってますね。もし選手時代に今のその心理学の知識があったらよかったのになみたいなふうに思ったりも、はい、いやそれはもちろんありますね。はい、で今日の内容以外にも他にもいろんな、内容を分野を勉強したんですけど、やっぱり、そういったことを知っているとやっぱり選手としてももっともっと、活躍できたと思いますし、本当に違った人生にあったんじゃないかなというのは、本当に勉強して実感しましたね。はい、今日みたいな講座っていうのは結構やられてるんですか。そんなにはやってなくて、昨年は、この勉強をしてから、勉強して本当に良かったので、それを自分の中に留めておくにはもったいないし、それは自分の役割を果たせてないんじゃないかというふうに感じて、去年はいろんな人にこういう話を勉強したんだけど聞いてもらえませんかという個別にみたいな感じ、サッカーチームでありますとか学校とかに話持ちかけて、昨年は何度かさせてもらって、今年はもうサッカーの指導者の仕事が忙しいので、やってはいないですね。今後またいついつあるよっていうわけではなさそうな。そうですね、今のところ機会、まあ、今日早速今日話して、また自分の会社でお願いしますという話は早速いただいているので、その予定は一つあるんですが、他にどこどこでっていうのは今のところはないですね。はい、分かりました。今その江南大学のサッカー部の監督をされていると思うんですが、はい、三田のとの関わりっていうのは何か今、はい、
ですか。そうですね、はい、今日の主催であった商工会青年部には所属してますので、そこで、活動サンダーのに貢献できる活動は続けてますし、年末には、昨年開催したサンダードリームサッカー、プロサッカー選手を招いて、はい、サンダー出身のプロサッカー選手を招いてサッカー教室をできればなというふうに思っていまして、今ちょっと計画段階で、今から今サッカーの仕事が忙しかったので手をつけれてなかったんですけど、このお盆明けからやっていかないといけないなと、スポンサー探しをしないといけないなというふうに思っている段階です。もう去年はすごくお世話になりました、はい、その説はこちらこそありがとうございました。じゃあ今年やるのは決まってるって感じ、ね、そうですね、はい、場所も抑えて、12月26日、開催しますので、よろしくお願いします。わかりました。もう行っていいですか、これ動画撮り、もう全然大丈夫です、はい、行きましょう。子供たち、サッカー選手を目指す子供たちに何かこう伝えるメッセージみたいなのがあれば。そうですね、はい、まずはやっぱり、小さい頃から、ボールをいっぱい蹴ってボール触って、それが本当に大事になりますので、大きくなってからそこに気づいても本当に遅いので、小さい頃からボール扱いっていうことをしっかりとマスターすることが、すごく大事になりますね、はい、そこが本当に大事だと思います。とりあえずボールを蹴ると。そうですね、はい、はい、まあ、やみくもに蹴ってもしょうがない部分はありますけど、やっぱり回数重ねないと体で覚えれないので、はい、本当に小さい頃から、ボールいっぱい蹴ってマスターすることが本当に大事だと思います。長い時間ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、こちらこそ。ちょっと最後締め の, やつ撮りたいので、はい、このままいいですか。はい、はい、はい、ということで今日はこんな感じでお送りしました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、あとグッドボタンよろしくお願いします。あと、コメント欄とかにもいろいろ書いていただければ、柳川さんの質問とか書いていただければ、聞ける範囲で聞こうと思いますんで、はい、よろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ、はい、バイバイありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今度月末にめっちゃプライベートなんですけど、ヴィッセル神戸の試合を見に行こうと思ってるんですよ、はいはい、あんまり J リーグの試合とか見に行ったことがなくて、はい、楽しみ方が楽しみ方、はい、分かってるような分かってないようなっていう感じなんですけど、はいはいはい、柳川流 J リーグの楽しみ方をちょっと教えていただけたらと。まずは、スタジアムには1時間半前90分前ぐらいには行った方がいいんじゃないかなと。でまず初めに、はい、スタジアムグルメ、今めちゃくちゃいろんなのがあるので、それを楽しんで、いろんなものがあるので、美味しいものを食べて、はい、でそして僕選手だったので試合時間に行って試合見るんじゃなくて、まずアップから見てほしいです、はい、おもうそこがやっぱり醍醐味で、はい、アップ大体試合の45分前ぐらいですかね、から始まってると思うので。その時ってスタメンは発表になってるんですか。あ、発表になってますね。もうじゃあこの選手が出るんだっていう人のアップが見れるってわけですか。そうですね、はいはいはい、でアップの時からサポーターの方を応援してますので、もうそれで雰囲気できるというか、いや今からサッカー始まるぞっていう感じの雰囲気がだんだん漂ってくるので、もうそれが一番ですね。アップからじゃあ全力で応援しろと、はい、はい、試合時間に行くんじゃなくて試合前に行くのがもう醍醐味ですね。なるほどなるほど、はい、そんな感じですか。はい、分かりました。ちょっと実践してみようと思います、はいはい、ぜひ楽しんでください。ありがとうございます、はい、使えるかな。OK です。ありがとうございます。